JNB の方にシークレットサンバーキムタクさんから500円来てました。あざまーす！ JNB の方にシークレットサンバーが昨日なんか500円来てた。500円アクションポイントか。JNB に500円アクションポイント来てました。ありがとうございます。うん。あんたたち行くわよ、今ね。うん。あ、もろだしさん、ありがとうございます。いつも風船。あ、イエモンさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとコメント見てなかったから流れちゃってた。ありがとうございます。気づかないですいません。ありがとうございます。うん。ちょっとね、何、ドラゴンボールのスタンプラリーって何ですか、それ。これ多分、ホットモットの、あれ、なんだっけ、サバ弁当。サバって美味しいっすよね。あと、インスタントの味噌汁。あと、なんかよくわかんない。これはなんだかよくわかんない。うん。サラダとなんだこれ。何これ。なんすかこれ。ポテトサラダの明太子味って感じだね。スタンプラリーって何すか？そういや、この前、ふわっちで可愛いって言ってたことどうなった？別にどうもなってないですね。連絡とかも取り合ってないし、別に。あん。ちょっとサバってね、美味しいっすよね。サバ。焼きサバマジ美味しい。あ、青りんごさん。バーガーありがとうございます。食事シーン嬉しい。ほんと。人が飯食ってる放送って何が楽しいんですか？おっさんが飯食ってる放送って。うん。サバうめえ。だからね、あれっすよ。うん。あやみそとはどうした？あ、結局あれからも連絡でね、取ってない。え、脂の乗ったね、サバ超うまい、マジで。いや、本当にね、焼きサバはね、本当に美味しいっすよね。声かっこよくね、マジ。結構言われますよ、俺。漫画の湯ってなんでやねん。うん。タモさんがね、笑っていいとも終わった日に、焼きサバ食いたいとかする。最終回の日に焼きサバ食いたいって言ってたよ。サバが好きらしいんですよ。うん、すっごいわかるわ。うん、焼いたサバうまいよね。いやー、サバうまい、ほんとに。なんか毎日ね、焼いたサバと白米だけで全然いけるよ。うん。日によって塩とか、醤油とか、大根おろしとかちょっと、変えるだけで、毎日ね、サバでも全然いける。うん。ああ、バカッパさん、いつもありがとうございます、ハート。うん。俺は自営だけど、まだ仕事終わらねえ。マジっすか。あ、自営なんすね。うん。
いやでも自営って儲かれば楽しそうだよね。なんか気楽そうだしね。なんかこう 絶対こうなんか気楽な部分、まあ楽し、大変かもしれないですけど、気楽でもあると思うんですよね。あ、ちいさん、バーガー、あ、連続ありがとうございます。自営だけど100万売り上げあったから5万ぐらいやろ。マジでください。あ、ちいさん、バーガーありがとうございます。ああ、バーガーですとか言われたの。あ、増田さんじゃない、熊田さん。増田さんって誰ですか？熊田さんどうも。バーガーありがとうございます。ああ、小さな連続ありがとうございます、バーガー。熊さんとかね、LINE とか全然返してないけど、大丈夫ですか？すいませんね。熊さんなんかたまにめんどくさいかな。てか俺さ、今、LINE のさ、件数が104件ですよ。返してない件数。やばくないですか？ 俺ちょっと前まで150件ぐらいあったんだけど、昨日の朝ぐらいまで150件ぐらいだった。これ返すのめんどくさいよね。遊戯王とかさ、昼間にパチンコやって、朝夜に遊戯王やってて、で、なんかすげえ電話がさ、リスナーからの板電とかさ、来た時にさ、なんか遊戯王が一回中断されるのがすげえうざくて、お休みモードでいつもやってたから、通知とかも一切来ないし、着信も受け付けないモードにしてて、ああ、ハルさん、バーガーありがとうございます。女の子から連絡たくさん来る。まあでも、まあそんな来ないですよ、でも。最近はね。ああ、若っぽい、ありがとうございます。気楽だけど、職員の家族、路頭に迷わないためにやるから、勝ち気じゃないと無理。なるほどね。まあ、そうっすよね。気楽なところもあるんですよ。でもなんか保証されたものでもないだろうから、普通の会社員と違ってね。まあそういう部分もありますよね。まあいいとことね、悪いとこってたくさんあると思うんで。いやでも俺、もし働くんなら自営とかの方が、俺はやりたいなって思うな。どっちかっていうと、やれるんだったらね。なんか自分のやりたいようにやりたいとか、上司にこうなんか、理不尽なこととか命令されたら俺もう嫌になっちゃうもんだって。だから自営でね、気楽に俺はね、もし働くんだったら、どっかで働くより俺も自営でね、やりたいなっていう気持ちはある。あ、考えられない理不尽なことでさ、怒られたりさ、もう理解に苦しむっていうか、正直理解にできないことなのに怒られるとかもあるからね。いつも俺社長なんだけど。理解に苦しんで苦しんで苦しんだ挙句納得できないみたいなこと全然あるから。円高にシフトしてるけど、この流れは続くの知らねえよ、そんな。そんなの知らねえよ。そんなの分かったら FX やってるっつうの。俺、為替とかもう全然見せねえよ。あ、バカスッパさん、ハートありがとうございます。トリックス、引き先はフリックスだし、バカ社員のために頭下げるのにストレスたもん。いや、ほんとそうですよね。いや、わかるわ、マジで。俺も何回か働いたことある。